多分そういう人いるんじゃないかなって思います。わかるわかる感じで攻めてるかもしれない。めっちゃ納得感あった。面接前、ゆかちゃんは何してんの？ロジックをきちんと話せるように、うん、どうもこんにちは、シュンダリーメンバーの大塚希穂です。はい、ということで恒例のシュンダリーメンバーの座談会でございます。この動画すごい大好評で、はい、私友達とかあの面談する方にすごい言われるんですよ、この動画めっちゃいいねって、そう、みんながリアルで話してくれてるおかげです。今月も皆さんのリアルをお届けしていきましょう、はい、ということでじゃあ自己紹介していこっか。じゃあ星くんからいきますか。はい、専修大学4年の星翔です。とはい、琉球大学休学中の高橋鈴香です。と日本大学4年の宮下優香です。先月出した動画でね、いろいろあの内定持ってる組と持ってない組と、まあ、休学してる方とって感じでねお伝えして、まあ、その後進展があったのかなっていうところをみんなやっぱ一番気になってるかなって思うので、まあ、そこをね順番にお届けしていこうかなって思います。じゃあ一番進展なさそうな高橋さんから。私はあの23で普通に就活した時に SPI 全く勉強してなかったので、今ちょうどあの友達も24で同じなんですよね。だから一緒にちょっと SPI の勉強とかあと自己分析とかをちょっとずつやってるって感じですね。偉くない？確かに夏のインターンの、ね、応募がもうすぐ始まるから ね、 そうね、うん、24卒として就職活動するってことだもんね。6月からまた24卒向けの動画も出すので、うん、じゃあもうチェックしてみてください。はい、ぜひ。はい、じゃあ次ゆかちゃん。最近5社ほど、うん、あの今専攻に受けていて、つい昨日対面面接でした。緊張した？対面の方が緊張しないかもしれない。へぇー、旬代理で慣れたんじゃない？あ、そうかも。みんなありがとう。慣れてると思うよ。みんなありがとう、うん、でもじゃあまだまだ就活頑張ってるって感じだね。うん、うん、ホス君は？はい、僕は結論内定ないんですけど、でも一応まあそんなに順調に進んでて、3月末とか4月の中旬とかに出したやつが何やかんやでも今2時とかじゃない。しかもあの会社によっては3月に出した ES で面接始まる6月からなんですよ、とかがあるから、多分6月末頃にいろいろ決まってくるかなっていう感じですね。最終のものもあったりするの？最終面接がまあ1社行くかなぐらい。また何週間後かに最終面接あるんで、それに向けて頑張ろうと思います。私は就活は終えました。前の動画だと内定2社いただいたって言ってて、それからプラス1社も1ついただいて終了しました。でも長かったよね。6月のインターンぐらいから始めてたから、もう8ヶ月ぐらいかな。で4月に終えたので、だけどなんか楽しかったね、結論。行きたいところから見てもらえた？そうですね。あと、もう心からラブな会社。まあでもそんぐらい熱を持ってさ、やれる企業があるとね、なんか頑張ったら受かる気もするし、受かんなくてもめっちゃ納得感あるよね、そういうとこだとね。頑張れるしね。すごい頑張れるしね。まあ状況はこんな感じですね。はいはいはい、僕グルディス苦手すぎて、この前グループディスカッション、あの就活においてグループディスカッション3回目あったんですけど、落ちましたね。グルディスにも 100% 落ちてる。やばい。何が苦手なの、グルディスの？今回は全部反省点生かして、そのままの2回は喋ってなかったの。で今回はでもよく反省して、ちゃんと発言もするし、まとめたり、なんかその時間とかも測ろうと思って、結構うまくやったはずなんですけど、なんか落ちた。なんか一人で全部やってきちゃいそう。そういうわけじゃないと思うんだけど、ね、80% ぐらい喋った。マジで 30% ぐらい。その後グループ面接もあったんだけど、グループ面接もめちゃくちゃ完璧。10年後は大絶賛の回答終わった後、あーよかったよかったなと思ったら落ちてたのよ。ショックだね。まあ、あとあれが遅刻した。あ、遅刻した。確かに。それは落ちるよ。なんか20分前に開くって書いてあって、20分前に集合って書いてあったの、でも会社は9時半って書いてあって9時10分じゃん、ってことは10分前に行けばいいのかなと思って、でも開くのが20分前で始まるの9時半で、何となく10分前のイメージがあったの、ね、これ。いやこれやってたら分かんない、なんか10分前のイメージで開始の。
で開くのが20分前みたいなイメージが強くて、それを見たら入っててもいいよっていう、そうっていうニュアンスかなと思ったの。でも入室してくださいって後から見たらちゃんと書いてあったんだけど、でもそれちょっとと思って、だから10分遅れて入って実は始まってるんですけどみたいな、で完璧なグループリスト完璧なグループ面接をしてきた。ファーストインプレッションやっぱ大事だと思う。なんか模擬面接するようになって思ったけど、なんかめっちゃ先入観というか ある。そうなんだ。うん、ゆかちゃんなんか悩みとか不安に思ってることある？私はその5月にちょっとゴールデンウィークからもごもごしちゃったかなっていうのが悩みで、多分そういう人いるんじゃないかなって思います。わかるわかる。5月だよね。そう。ゴールデンウィーク。5月のゴールデンウィークで。ちょっとのんびりしちゃったかなって。ゴールデンウィークまでの前の間4月中めちゃくちゃやる気あるじゃない、うん、その間で5月のゴールデンウィーク中こことこことここエントリー出そうと思ってたのよ。そしたら全部いつの間にそう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 、あー今日までか、いっか出さっきでいっか、一個も出さなかったよね。コメント欄にそのゴールデンウィーク中はすごい中だるみしちゃって、うん、あの就活から遠のいちゃったっていうのに100いいねぐらいついてて、あった、私もそれにいいねしました全部選考とかもストップするからね。ゆかちゃんさ、業界とかめっちゃ変えたよね。変えた。受ける業界とかね、あのめっちゃ女性に優しい企業にした。やっぱ結婚したいなと。あ、バリバリ働くとかじゃなくて、そうそうそう、ワークライフバランスを守って働くのもいいかなって思ってきちゃって、うん、3月4月なんかめっちゃ就活とかもいろいろめっちゃやってて、うん、そのマインドでベンチャーめっちゃ受けてたんだけど、うん、5月にゴールデンウィークがあってなんかゆっくりするのっていいなって思っちゃってで、その時にたまたまその生命保険とか金融とか金融の一般職とか見始めて、うん、うわで実際面接して、うん、他の社員の人の働き方とかお話とか聞いて、うん、なんか本当に私結婚しててみたいな、26で結婚してそこから旦那と一緒にだから休日はってお話しされて幸せ、うわそういうの最高と思って、うん、それで揺れてますね。相手から取りやすくなる。え、めっちゃ通る。 IT の総合職は全然通る。あー、やっぱ向いてるとか向いてないとかあるんだよ。だから今めっちゃさ落ちまくってる人とか一回さ、ゆかちゃんみたいに業界ガラッて変えてみるのいいかもしれない、うん、マジで本当に IT の総合職はマジで絶対なかった、うん、でも確かに雰囲気とかだけ見ちゃうとバリバリ働いてるっていう、ね、そういう感じないんだよね、幸せーっていう感じの人が採用の方にもいて、うん、あ、この子も幸せになってっていう感じで合格しそう。業界によってね、合う合わない本当あるよね、うん、私さ、あのこの前さ、バラマツさんとシンくんとさ、うん、商社面接やったじゃん、うん、私は商社パーソンじゃないらしいのよ。もともと商社見てたわけではないけど、うん、なんか泥臭さが足りないらしく、そう、なんか商社にいなさそうって言われたので、うん、なんかやっぱ合わないあるんだなって。でもこの前の面接見て、わキーはメーカーっぽいなって思った。本当、うんうん、やっぱ子供っぽいってあるよね。バラマツさんは確かに商社っぽかった、見てる側からしても。話し方とか、うん、キーちゃんは確かになんかロジックというか気持ちメーカーっぽいよね。ドンビシャドンビシャじゃん。へえー、よかった。すごい。だからね、今ね悩んでる人も一旦視野広げてね、うん、まだまだ選考を受け付けてるところあると思うので、うん、ちょっとね、視点変えて見てみるのもいいかなって思います。え、面接はさ、みんな緊張するの？さっき言ってたもんね、対面もう大丈夫って。オンラインは緊張する？オンラインもしなくなったかな。うーん、わかんない、なんかゴールデンウィークで疲れ切ってそのまま来ちゃってて、逆に肩の力抜けて緊張してないって感じかな。うん、そうだね、でも緊張感があった方がちょっといいのかな。確かに緊張する？もう緊張しないんだけど、緊張しないって面接できてたら結構落とされた時あったから、へ、緊張ちょっとしようっていう感じにしたら分かるようになったりしたことある。超緊張、ほどほどの緊張が可愛いんですよ。最初からすごい、こんなすごい話されて、なんか逆質問とかでなんかすげえ言われてもなんだこいつと思うじゃん、やっぱり。そこはすごい大事だなというか、学生、うん、らしく言おうと思いました。うん、確かに赤字踏めばなんかだんだん和らいできちゃうよね、確かに。その時の和らぎ方がキーちゃんとか多分緊張ほぐれてもなんか可愛いみたいな感じでさ、
僕が緊張ほぐれるとなんか初対面のとこチャラそうなんですよね。うちも星くんの第一印象チャラいだった。そうなのよ、チャラいのよ。しゅんさんにも言われた。確かに、そうそう。なんか女の子いっぱいいそう。あ、でしょ。面接苦手なのよ。だからめっちゃ改善しましたもん、僕面接なんて。全部試してやったんだけど。模擬面接とかしてってこと？模擬面接の前からなんか最初の時に落ちて、何で落ちたんだろうって思って変えて続けた結果、今結構調子いいんですけど。このまま泣いて取れたらいいね。ね。キーはさ、面接前とかどういう準備してるの？まあ、キーだけじゃなくて普通にみんな聞きたい。どういう風に面接の前に準備してるのか。はい、僕はやる前、前まではもう面接の5分前ぐらいになったら、あ、入んなきゃ入んなきゃって言ったんだけど、そしたら志望動機とかで積むところに気づいて、前日に準備したりとか1時間ぐらい前からやってるのが就活の軸があるんですよね。僕3つ決めてて、でその3つが僕は IT と納得感を持ってるプロダクトと挑戦できる環境があるみたいな感じにしてるんですよ。そこにどこが当てはまってるかみたいな、この企業の場合はここが当てはまってて、これがIT で当てはまって、これがこのプロダクトが当てはまってて、でこれが挑戦できる環境、例えばこういう制度を導入してたりっていうところを全部はめるんですよね。でそれの中ですでにちょっと一定納得感はあるんだけど、プラスで何か一つというところ、他のところもこういったところを受けてるんですけど、その中でも御社はみたいな感じで攻めてるかもしれない。最近めっちゃ納得感あった。面接前、ゆかちゃんは何してんの？ロジックをきちんと話せるように、ロジックツリーみたいなのを、パソコンの後ろに貼って、それに当てはめて話せるように、それを見ながら喋ってます。オンラインならでは、本当にロジックがずれちゃったり、論理的思考力っていうものがコンプレックスだったから直せるようにと思って、キア面接前にどんな準備してるの？前日の夜とかに手書きでまとめてます。ワードとかでもいいんだけど、なんか手書きの方が頭に入るんだよ。分かる、めっちゃ分かる、それめっちゃ分かる、頭に入る、手書きの方が細かい修正とか加えられるし、こうやってやってとかできるしね。そう付け加えたりできるね、簡単に。分かりやすいしね。イラストちょっと描いたり、図描いたりしやすいから手書きにこだわってて、まあその IR とかそのホームページを前に置いて、でそれを見ながらちょっとまとめてみたいな。どういう項目でまとめてるの？なんでその業界か、なんでその会社か、で何をやりたいか、まあ、キャリアビジョンみたいなところと、自分の強み弱みとか逆質問とか。なんならってか俺それに影響されて書き出したの。あ、キーに影響されて、キーのあれ見て、あ、じゃあ志望動機は変わるから書こうと思って、軸にしてその子全部バーって書くようにしたら、志望動機がめちゃくちゃ論理的になった。おーい、大きい大きい大きい万歳、大きい万歳、ありがとうございます。インスタとかでよくお悩みいただくのが、逆質もないとか、キャリアプラン思いつかないとか、まあ、質問の答え方どうしようみたいなところなんですけど、キイちゃんのキャリアプランが気になります。あ、まあ、私なんか将来的にやりたいことがあって、やりたいことは日本の製品を海外の現地のニーズと合わせて掛け合わせることによって日本を好きになってもらいたいっていうのがあって、で、まあ、海外事業とかに携わるってなると、まあ、結構キャリア積んでからかなって思うので、それまで国内でそのマーケとかその広報的なことをやって、将来的にまあ経営戦略とか海外の各班みたいなところに行きたいなっていうふうにずっと思ってます。キャリアプランは何の答える？ただの選考状況はどうですかの答え知りたい。またいい発表できるように頑張ります。実はね、今回の動画が座談会以上